100年後どんな柄なら100年後でも素敵に見えますでしょうね。着物の世界にすっかり魅了されてしまった私は、今振袖のデザインに燃えています。一方、松一の経営はますます苦しくなっているようで、パリの会社からは資本提携の話が持ち込まれています。話の通じる相手かしら。できないんだもん。先に服作ろうと思ってもどうしても着物デザインが浮かんじゃって気になってしょうがないの。松一経営危機か、資金繰り悪化、こんな書き方ないだろ。どういうこと、ね、どうなんの。松一は一体どうなってしまうのでしょうか。実は支店長が変わりまして、新任の金子です。今日はご挨拶方々、今後のご相談に参りました。資本ジャポンからすでにお話を聞くと思いますが、新会社との資本提携に合意していただきたいんです。合意いただけない場合は大変に残念ながら、これまでの滞納分も含めまして期日までにご返済いただくことになります。一応正確な金額を打ち出してまいりました。会長、大丈夫ですか。大丈夫ですか会長。大丈夫よ会長。ご無沙汰しております。お宅の銀行も話の分かる人がいなくなったものね。世代交代の時代ですから。社長、いかがですか。私どものご提案ご理解いただけましたでしょうか。他に方法はないと思います。よくわかりました。期日までに必ずお返しいたします。本日はわざわざご苦労様でした。そうですか。では万が一支払い期日をお守りいただけない場合は、不本意ながら次の手立てを考えさせていただきますので、お含み置きを。あ、失礼します。振り袖のデザインを。あずきさん、ちょっと待ってて。山内さん、重役会議を開きます。はい。一体何の根拠があって返済を約束したんです。私たちの給与をカットするおつもりですか。返済の当てがあって提携話を断ったんでしょうな。どうなんですか社長。いや、ですからやはりここは前向きなご決断。お黙りなさい。まずは銀行まで抑え込んでいるシフォンジャポンの真意を確かめるのが先でしょう。違いますか。今慌てたところで何になるの。ごめんなさい、お待たせして。はい、これも。はい。時間遅れって、それが答えなの。わからない。ペンディングということか。それとも松石に何かあったのか。あずきさんのデザインならきっと大丈夫です。いや、それは分かってるんだ。それより純子さんのことを心配してるんだ今は。え、いや、松一のことだよ。ん、あ、いや、あずきちゃんのことはどうでもいいという意味じゃないんだよ。誰も聞いてませんけど。こんばんは。あなたのデザインで振袖を作りたいの。は？松一は今とても大切な時期にあるの。だからこそ一月後に振袖の発表会をやろうと思うの。これは社長としての私にとっても大きなチャレンジだし、松一にとっても大事な賭けなの。段取りは全てつけてきたわ。あとは
あずきさんが引き受けてくれるかどうかだけお願いできますか。やりましょう。よかった。新作として10点発表したいの。この9点はこのままでいけると思うのよ。この1点だけ31日までに練り直してほしいの。この1点ですか。わかりました。2日で練り直せばいいんですよね。ただどんな感じで。それじゃよろしく。はい。あずきさん、洋服のデザインの方はどうなってるの。ちょっと中断です。あなたの着物のデザインを見てると不思議だけど、服のデザインもすごく見てみたくなるの。なんだかゾクッとするほど綺麗だね。修羅場に強い女性ってかっこいいですよね。純子さん。え、何見つめ合ってんの。いや、よし、やるぞ。いらっしゃいませ。やっぱりいらしてくださったのね。資料を拝見いたしました。その上で今日はお宅様の本当の目的を伺いたいと思ってまいりました。それは資本提携に合意していただけることを前提におっしゃってるんですか。もしそうでない場合はお答えする必要はないと思いますが。条件次第ではお受けすることも考えております。松一ののれんを守るために。そうですか。どうぞ。ではお話ししましょう。先日は新会社との資本提携と申しましたが、実際は買収に近いものです。ただし現在の経営陣には残っていただくつもりです。資本ジャポンは銀座の再開発に莫大な資金を投入して、吸収した人気ブランドをずらっと並べた超高級ファッションビルを建てるらしいんです。その中に松一という呉服屋が加わるって話は。呉服屋さあ。それより知ってます、資本ジャポンの実質的トップ。昔うちにいた菊島かなえだって。菊島くん。どうです、感想聞かせてくれる。あなたはどうかな。できないな太郎。もう一遍言ってごらん。あんたね。好評だとはね。松浦君よくやってくれた。私も聞いててゾクゾクしてきたよ。おめでとうございます。このゲームなら売り出しに向けて宣伝にも力が入るよね。えゆかり君。え、できた。私の着物の中には
洋服があるんだ。ゲームが完成して、うん、モニターにすごく評判が良くて、それで売り出すことになって。なんでそういう顔してこういうこと発表するかな。もうやったじゃん。ほらわーいって言ってみ。わーいじゃなくてわーい。わーいわーい。あ、実はさ、私もすっごいことあったんだ。わーい。ね、そういうわけでね、急に両方できちゃったの。洋服と着物両方一緒のショーはできないんでしょうか。私も今そう思ってた。きっと面白いと思います。そう思ってくれる。はい。やったー。あ、すいません。いえ、ありがとう、健吾さん。いや、今健吾さんって。そんなこと言った。いえ、いいんです。言ったか。ラメゾン松一コモンササンテレスラフェール・スハル・ビアント・コンクリュでは後で。エクスキューゼモア・ジュブ・ラプルレ・ピュルタール・オルヴェア・ムス。津村さん、あの、どうしてここが。ご無沙汰しております。あ、いや、こちらこそお久しぶりです。今日は松一のことでちょっと。松一をご存知なんですか。そうでしたか。覚えてらっしゃいますか、昔のこと。私、入社した時からずっと津村さんに憧れてたんですよ。何を言ってるんですか。昔と同じ。津村さん結婚なさってて、私なんかまるで相手にされなかった。部長就任のお祝いの日、私失恋したんですよ、津村さんに。それで会社辞めたんです。もう10年も前のことですけど。それからは結構綱渡りの人生でした。大成功と聞いています。こうしてまたお会いできるなんて思いませんでした。でもそれが敵と味方みたいで悲しいです。松一の件、私と組んでいただけませんか。津村さんと一緒に仕事ができたら、私それだけで光栄なんです。提携ではなく買収ですか。その通りです。松浦社長にもそのことはお話しいたしました。買収の本当の目的は何ですか。何もありません。
止めて。少し歩きましょうよ。はい。お会いできてよかった。考えといてくださいね、さっきの話。ああ、銀座の松市が立っているあの一帯が再開発になるらしい。資本ジャポンの本当の狙いはその土地と松市の顧客なんだよ。それでどうなるの？資本ジャポンが吸収した海外の高級ブランドの全てを集めた総合的なファッションビルになるはずだ。だから松市は着物はどうなのよ。私の推測だが、当初は客引きの意味でもそのビルに松市は残すと思う。松市の顧客が来れば資本ジャポンのステータスは上がる、相乗効果だよ。ただし松市の経営権は実質的には資本ジャポンが握ることになるだろう。つまり経営陣の入れ替えですね。じゃあ篠さんと純子さんは？どうでもいいけど、なんであずきちゃんと健吾くんそんなに離れて座ってるわけ？いや、別にそんな。ねえ。はい。実は今日思いついたことがあるんだけど、ね。はい。そのおじさんのビジネスマンとしての意見を聞きたいんだけど、ひょっとしたら純子さんの後押しができるんじゃないかなと思って。ビジネスの話だからね。フリスで残りの1点です。絵柄がすっきりして、ありがとう。これならいけるわ。よかった。純子さん、さらに見てもらいたいものがあるんです。あずきさん、何？実はこれなんです。まあ洋服？どう思います？なんだか着物と連動してるのね。そうなんです。あずきさん、面白いわ。とっても。本当ですか？よかった。実はあずきちゃんがデザインした洋服と着物、一緒にショーをやったらどうかと思いまして。洋服も一緒なら母親と娘、親子連れで来てくれると思いまして。それもシフォンジャポンの菊島さんの思惑ですか？は？どういうこと？私お見かけしました。ゆうべお二人がご一緒に会社から出られるところを。おじさん！俺はシフォンジャポンの真意を探りに、私は純子さんのために。じゃあどうして寄り添うように歩いてらしたのかしら。いや、最低！いや、それ誤解です、純子さん。とにかく今はショーの話をね。さ、せっかく松市にはホールがあるんです。私どうしてもやってみたいんです。着物と洋服が純子さんがおっしゃるように私の中で不思議に連動してるんです。とにかく考えてみてください。お願いします。あずきさんがそこまで言うなら。やりましょう、洋服と振り袖のショー。決定。じゃあこれもお預かりしていいかしら。はい。具体的なことは社でいろいろと検討した上でまた近いうちに相談しましょう。それじゃ。
ん、いいのこのままで。よくない。たく、蹴飛ばしたろか。純子さん、純子さん、話が。誤解なんだ。私は今でもあなたが好きだ。好きだと言ってるのはわからないのか。どうしてそう固くななんだ。なぜ自分の見たことだけを信じ、私を信じようとしないんだ。そういうの女性の浅はかさと言うんだ。あなたこそどうしてそう優柔不断なんですか。どんな女性にも優しく、咲子さんにも誤解されて、何でもないような人と寄り添って歩くような隙があるからいけないんです。どうしてそういう言い方をするんだ。私はあなたを好きだと言ってるんだ。私だって好きです。でも今はそんなこと言ってる場合じゃないんです。津村さんだってちょっと前までそうだと。松一が落ち着いたらプロポーズします。いいですね。なんだか喉乾いちゃって。乾くよね。熱いよね今日。あずきさん、僕にも。水ください。なんでそうためんのよ。何事かと思うじゃない。どうして今洋服と一緒にショーをやらなきゃならないんです。理由は何度も説明したでしょう。今松一に必要なのは名誉回復のための話題作りと少しでも売り上げを上げること。だからこの賞を。しかし無名のデザイナーの服と一緒では松一の格が落ちる。逆効果ですよ。私は彼女の才能にかけているの。事実彼女の浴衣は売れました。そうでしょ。これ以上社長についてはいけません。辞表を書かせてもらいます。だけどさ、純子ちゃん、うちだってギリギリなんだよ。先月の支払いもまだなのに、また注文を受けろって言われても。分かってる、分かってます。そこをなんとかお願いします。おいおい、ご案内です。どうぞ。ありがとう。いらっしゃいませ。本気なんですね、自主再建は。失礼いたしました。私こういうものです。シフォンジャポン。社長さんには先日お目にかかりまして、私どもとの提携についてお話しさせていただきました。ああ、そうですか。振袖と洋服のショーをなさるとか。ええ、あんな中小記事を新聞に書かせるような姑息な手段を使う人がいるものですからね。松一の名誉回復のために。あ、何のことでしょう。あ、いえ、別に。あなたもうちが何かの手段を講じることくらいは予想してらしたんでしょう。ええ、シミュレーション通りです。それであなたのお考えではこの後の物語はどうなるの。さあ、神のみぞ知るといったところでしょうか。ああ、もう来年も少なくなっておりまして。一体どれだけ売れるんだこのソフトは。攻略本も3冊出る。海外での販売も決まりそうだ。松浦君、第2弾の構想にかかってくれ。はい。
そう。それで招待状は何通出したの？2000通を超えるかと。さすが松一さんね。でもその時期にレミー伊藤が和服のデザインを初めて発表するのをご存知かしら。オートクチュールの彼女がここへ来て和服を出すなんて、松一さんにとっては思わぬ脅威でしょ。松一の信用はその程度では揺るぎません。いい社員なんですね。資本ジャポンでも山内さんには必ず重要なポストを用意させていただきますわ。こんにちは。あの、ショーのことを父から聞いて、小さい記事なんですけど、あの、あずきさんに取材をさせてもらおうと思ってお邪魔したんです。あ、どうぞ。どうぞ。すいません、あの、やりながらで結構ですから。あ、じゃあ切りのいいとこまで。大丈夫ですか？うん、平気平気。うららちゃん、ごめん。え？いや、その、私、健吾くんのこと、はい、好きになっちゃった。気がついたら、なんだか急にものすごく素敵に思えてきて。ごめんなさい、私、友達に彼取られたことはあっても自分が取るようなことをしたことなかったんだけど、いや、まだどうこうってなかったら全然ないんだけどね。胸苦しいっていうか、その、そうなんですか、やっぱり。でも聞いてすっきりしました。相手が小豆さんなら私諦める。うららちゃん、さて、私取材に来たんです。駆け出しだけど一応はプロなんですから。始めていいですか？まず着物と洋服のショーですけど、テーマから伺いますか？テーマは日本のフォークロア。まあ、ようこそお越しくださいました。いらっしゃいませ。お久しぶりでございます。どうぞあちらの方へ。こちらでございます。いらっしゃいませ。いいですね、リハーサル通りスカッとした笑顔で。はい、はい、間もなく本番です。お運びありがとうございます。ごゆっくりどうぞ。もういつまでそこに立ってるつもり？物着なさい。あ、失礼。
がとうございました。ありがとうございました。奥様、いかがでしたでしょうか。ありがとうございました。ありがとうございました。どうもありがとうございました。素晴らしいショーでした。松一さんの底力を見させていただきました。ありがとうございます。そろそろお返事いただけますよね。では失礼。津村さん、またありがとうございました。山内さん、お塩持ってきて。お塩、はい、頼む。それでお客さんの反応は。バイヤーとかプレスはなんて。大丈夫、斬新だったって言ってくれてるから。それだけ。欲しいとか買いたいとか言ってる人一人もいなかったの。あずきさん、着物はね、ショーをやってすぐに売れるようなものではないの。気にしないでね。そうだよ、このショーが記事になって話題になれば勝負はそっからだ。今日のショーは私は面白かったわ。あずきさん、ご苦労様。僕は素晴らしいと思いました。そうだよ、プレスの感触良かったんだ。ただあんまり珍しいんで、松一のお客さんあっけん取られただけで、これが記事になって評判になれば大当たりってこともね。えそうですよ。だといいけど。お疲れ様。出るか京都出るか、いずれにせよ社長はあなた、あなたに何もかも任せます。おばさん、さあ、君のソフトいよいよアメリカでの発売が決定してね。ついては全米向けに若干の手直しをしてほしいんだ。それにあたってニューヨーク本社に行ってくれないか。ニューヨークですか。彼女はもう知ってると思うけど、宣伝部一の切れ者でね。一緒に行ってもらいたい。よろしくお願いします。しかし君にとっても飛躍のチャンスだ。頼むよ。あなたがパートナーで。資本ジャポンが抑えたのかもしれないな。プレス受けは良かったのに、一紙も取り上げてないなんて。全部私が悪いのよ。記事に出る出ないの問題じゃない。私のデザインがお客さんに買いたいって気持ち起こさせなかったんだから。でももう一回ショーをやれば。あずきちゃん、もう勝負はついたんだよ。あとはいかに傷を小さくするかだ。でも商売とか企業というのは時の流れには逆らえないもんなんだ。人情なんかじゃとても救えない。Thank you.
どうして売れなかったんだろう。何がダメだったんだろう。ごめんください。はい。先日はどうも。何か少しお話があって。よろしいかしら。お茶は結構、すぐに帰りますから。はあ。率直に言わせてもらいます。あなた着物を作ってどうするつもりなの？は？着物の奥の深さとか崇高さというものがあなたの服を邪魔しているとしか思えないのよ。あなたが自由になってないのよ。まさか松一を救うために着物のデザインをしているんじゃないでしょうね。だとしたらあなたの才能が潰れるわよ。私はあなたの服が面白いと思うから言ってるの。ねえ、あずきさん、シフォンジャポンにデザイナーとして来ていただけないかしら。は？どうぞ。社長、お客様がお見えでございます。そう、山内さん。あ、明日の重役会議で今後の方針を発表しますからよろしく。はい、どうぞ。シフォンジャポンとの提携の件、私に手伝わせていただけませんか。交渉には慣れているつもりです。いかにして有利な条件を引き出すか、微力ながら協力申し上げたいんです。お気持ちだけで十分です。純子さん、僕はあなたのために。経営者の私たちだけで決めるべきことですから、外部の方に入っていただくわけには参りません。ここが最後の踏ん張りどころです。津村さん、どうぞ見ていてください。ねえ、あずきさん、シフォンジャポンにデザイナーとして来ていただけないかしら。沢口さん。あずき、実は松一の書を見せてもらった。あずきの服、すごいと思った。あずきのエネルギーを感じた。俺、やっと気づいたんだ。本当は、あずきが好きだ。松一10代目社長として結論を申し上げます。ニューヨークでの新しい人生に乾杯。ニューヨーク行ってほしいと。落ち着け、あずき。一体どうしたらいいんだろう。わけもなく泣きたい夜が訪れたら、最初からやり直すチャンス。胸に抱え込んだ強がりと焦りで、本当に好きなこと見失ってた。
たなきゃおしまい。いつかもっと輝いてる自分探し当てるため、今は思い切り泣かせて。私だけの明日。